この本は驚きの連続でした。イラスト研究のモップです。今回はマイケル・マテジさんの著書、リズムとフォース第3版、躍動感のあるドローイングの描き方、これについて紹介していこうと思います。イラストを描いていて躍動感のあるイラストがなかなか描けなかったり、常に棒立ちで平面的なイラストになってしまうことってありますよね。こういった悩みは解剖学をしっかり勉強しないとなかなか解決しないと思いがちですが、本書のアプローチを利用すれば、人体について深く知らなくてもイラストに躍動感を与えることが可能です。また、イラストを描いている人の中には解剖学しか勝たんというタイプの人も結構多いのですが、そういう方は人体を正確に描きすぎて硬くなってしまうという傾向がありますが、そういった問題も本書で解決します。ぜひ最後までお聞きいただき、気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひポチってみてください。それでは今回の動画の目次です。1、本書の特徴。2、フォースとは。3、厳選ポイント3選です。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。リズムとフォースを読む前まではなんとなくで人体の動きを描いていたのですが、本書を履修してから少しずつですが、体の硬さが取れてきているように感じます。また、優しい人物画での内容が役に立ったり、難しい解剖学の勉強をやる前段階としても本書を購入して良かったと思います。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。1、本書の特徴。まずは本書の著者であるマイケル・マテジさんについて紹介していきます。著者はアメリカのアニメーター、プロダクションアーティスト、インストラクターで、ディズニーやピクサー、マーベルコミックなどに20年以上関わってきました。私はディズニーのアニメーションは躍動感の極致の一つであると感じているので、ディズニーのアニメーションスタジオで本書が推薦図書になっているということを聞いて購入を決意しました。ちなみになぜか著者名より大きく名前が書いてあるグレン・キーンさんは序文を書かれている方ですが、この方もディズニーのアニメーターの方で、リトル・マーメイドや美女と野獣で作画監督をされた方となります。おそらくアメリカのアニメーター界ではグレン・キーンさんの名前の方が有名だから大きく書かれているのでしょう。そんなグレン・キーンさん絶賛のリズムとフォースですが、現代はフォース・ダイナミック・ライフ・ドローイングとなっております。日本語版はリズムとフォースとなっていますが、内容的にはフォースが優先で、フォースというのは著者の考え方みたいなもので、内容を読まないとよくわからないので、次に重要な内容のリズムという言葉を日本語版のタイトルに入れたのではないかと思います。ちなみに本書の履修時間ですが、すべての作例をスケッチし、文章を読んで理解するのに 11.5 時間かかりました。優しい人物画が30時間ほどかかっていたのに対し、かなり短いなと感じるかと思いますが、本書はこのように1ページに対して作例が1つしかなく、その作例もフォースの流れを見ることに注力しているため、細部までほとんど書き込んでいないためです。購入特典の動画を見ればわかりますが、作例も数分で仕上げたというものが多いです。なので、作例が非常に少ないため、内容をすべて履修するのに長い時間は必要ありません。1週間か2週間ほどあれば、フォースについて重要な知見を得られるようになると思います。また、本から何かを学ぶ場合の大事なスタンスですが、本を購入して自分にとって何か一つでも得られるもの、知らないことが知れるのなら、それは本を買って正解だったということになります。そういう気持ちでいれば、この本は買って失敗だったという気持ちにはならないかと思いますし、本書は何かしら得られるものがあるはずです。フォースとは、ここからは、フォースとは何かというポイントについて、グレン・キーンさんの書かれた序文や本書の構成などから解説していこうと思います。先ほど登場したグレン・キーンさんですが、ディズニーに入社するのにきっかけがあったそうです。それは提出したポートフォリオにありました。ポートフォリオには力作ばかり詰め込んでいたそうですが、1枚だけたった7秒ほどで書いたスケッチが紛れていたそうです。本人はそんな数秒間のスケッチは見せるべきではないと焦ったようですが、ポートフォリオを見ていた人はこう言ったそうです。こういうのがもっと書けるのならディズニーにも仕事があるよと。翌週、グレン・キーンさんは動物園やショッピングモールなどの様々な場所に行き、数百のスケッチを行い、7冊のスケッチブックを使い切ったそうです。数秒間の楽々と書いたスケッチでしたが、それがディズニー入社のきっかけを作ったということです。こうしてディズニーのアニメーターになったグレン・キーンさんですが、プロとしてやるからには、手話の一本一本を丁寧に、そして完璧に書かなければならないという思いから、どんどんキャラクターの動きが硬くなっていってしまったそうです。そんなある時、あるアニメーターの講義用ノートにこんなことが書かれていました。
キャラクターのフォームやシェイプをアニメーション化しているのではなく、キャラクターを動かしているフォースをアニメーション化しているのだという内容でした。フォースというと分かりづらいかもしれませんが、この言葉はエネルギーという言葉に置き換えることができます。アーティストは自分がどれだけうまく描けるかということを証明することに必死になってしまい、キャラクターを動かしているエネルギーを無視してしまいがちです。本書はそんなエネルギー、つまりフォースをどうやって表現するのか、逆にフォースを利用して人体を描く方法を教えてくれる本となっています。本書を購入するか悩んでいる方においては、どの程度の画力が必要なのだろうと気になっている方も多いのではないでしょうか。プレイもシンプルで文字も多くないので、模写をして内容を理解するくらいであれば初級者の方でも理解できると思います。ですが、本質的な部分を理解するにはある程度書いてきた中級者以上の方の方が感動できる内容が多いのではないかと思います。また、初級者の方でも数年後とかにまた本書を開いてみたらハッとさせられる内容が詰まっていると思います。それでは本書を履修すればどんなものが書けるようになるのでしょうか。本書はフォースを使って人体を魅力的に書く方法を教えてくれる本ですが、色使いや線をきれいに引くといった能力は身につきません。なので、一見すると目に見える変化は大きくありませんが、間違いなくポージングについての考え方は変わってくるかと思います。そういう面でも初級者の方では変化が感じられにくいかもしれないです。それでは次に本書の構成から内容を読み解いていこうと思います。本書は全3章で構成されており、第1章で生命を見る、第2章でフォースに満ちたフォーム、第3章でフォースに満ちたシェイプという流れになっています。結構作者の造語的なものが多いので、それについて解説していきながら本書がどんな内容なのかお伝えできればと思います。第1章の生命を見るでは、フォースとは何なのかについて、先ほどのエネルギーをどうやって紙の上に表現するのかということについて解説してくれています。最初の方ではフォースを描くためにはどんな線を引けばいいのかということまで教えてくれます。例えばこのようにぶつ切りの線ではフォースが感じられません。またストロークを上と下に動かすのもフォースが感じられません。逆に上から下に数本の線を重ねて描くということは推奨されています。そしてフォースには2つの種類があります。崖の上にある道路を車が走ると想像してください。1つ目のフォースは青い線のフォース。動きの方向性を示すフォースです。イラストで言えば車の動きの流れですね。そして二つ目のフォースはオレンジ色のフォース。例えばこの崖のカーブを曲がるとき、車が外側に引っ張られますよね。これが二つ目のフォースです。一つ目のフォースと二つ目のフォースが合わさるとリズムが生まれるということになります。これと同じ流れが人体にもあって、それを理解するのが第一章です。そして第二章、フォースに満ちたフォームでは、これまで線の集まりで表現されていた人体を立体的に表現する方法を学べます。具体的には、一点透視や二点透視といった透視図法についての解説や、円柱などを利用して人体を立体的に見ていくということになります。フォームとは立体であり、第一章で学んだフォースを組み合わせることによって、立体的ながらもフォースに満ちたイラストが描けるようになっていきます。最後のシェイプでは、立体的かつフォースに満ちた物体を線としてどう表現するのかということが解説されています。具体的にはフォースを使って単純化した人体解剖学などを利用します。以上が本書の内容ですが、約200ページでわかりやすくまとめられています。それなのに数ヶ月後、数年後にまた本書を開きたくなるような絵を描く上で重要なポイントが書かれています。ちなみに本書は描き方の解説動画もついていますが、動画内で実際のストロークを見ることができるので、履修中に見ることをぜひお勧めします。本書の内容は感覚的な部分が強いので、右脳派の方にお勧めです。ですが、感覚的な内容をしっかり単語にして文章化してくれているので、左脳派の方にもお勧めです。作例も少ないので、本嫌いの右脳派の方にも、感覚的な内容が嫌いな左脳派の方にも非常にお勧めです。厳選ポイント。それでは最後に私が本書を履修して特に良かったという厳選ポイントを3点簡単に紹介していきたいと思います。1つ目は体の基本は胴体という話です。イラストを描き始めたばかりだと頭を最初に描いて体を描き足していくということが多いと思いますが、人体には描くべき階層が決まっていて最初に胴体を描き、次に頭、腕、足、最後に手足です。ただ単にバランスよく描けるというだけではなく、しっかり胴体から描くとフォースを使って躍動感を出しやすくなります。そして胴体を描くときは C か S を使うとフォースが表現しやすいです。C は正面向きの胴体、S は体をねじっているときの胴体です。C と S を使うと自然とその後の腕の流れが決まってくるので、動きのあるポージングになっていきます。
ちなみに今の C と S は線でフォースを表現していましたが、立体的に見せる必要があります。その場合、多くのイラスト教材では長方形の立体を利用しますが、本書ではスポンジのようにイメージすることを推奨しています。スポンジであれば胴体の部分が折れ曲がっていたり、ねじれたりするのを想像しやすくなります。二つ目のポイントはオーバーラップとタンジェントについてです。これも聞き慣れない単語ですが、オーバーラップとは物と物を重ねて手前と奥を表現すること。このように山のようなものが並んでいると、1が一番手前で11が一番奥にあるように感じると思います。これは当然皆さん知っていることだと思いますが、オーバーラップが発生するときはこのように T の形で線画が現れることはご存知でしたでしょうか。前後感のあるイラストが描きたいという方は意識してみると良いと思います。ちなみにタンジェントは2つのラインが接しているとき、どちらが前かわからない、平行に並んでいるように感じてしまうというもので、極力タンジェントを避けてオーバーラップをしていくと奥行きを感じられるイラストになりますよということです。オーバーラップを意識するようになると、かなり奥行きのある立体的なイラストが描けるようになってくると思います。3つ目のポイントは重要なコンセプトについてです。これは本書の1章の前に書かれていることで、絵描きにとって絵を描く上で知っておくべきこと、本書を履修する前に知っておいてほしいことが数行ずつ雑多に書かれています。例えばこの恐怖の欄では、絵を描く人は下手なドローイングを描くのが怖い、考え方を変えて人間性を描くのであれば失敗は存在しない、仮に間違った決断をしたとして何が起きるのか、そこから学ぶことができると書いてあります。関連するリスクの欄にも、成長するためには思い切ってリスクを取りましょうと書いてあったり、イラストを描く上で重要なポイントが書かれているので読んでおくと良いと思います。ちなみに今お伝えした3つのポイント、胴体については37ページから63ページに、オーバーラップとタンジェントについては125ページから132ページに、重要なコンセプトについてはページが始まる前に書いてあります。どんな感じの内容なのか、これでお分かりいただけたかと思いますが、本書は解剖学を理解していなくても自分のイラストに応用できることが多いというのが強みだと思います。まとめ。それでは今回の動画のまとめです。リズムとフォースはおすすめか。まず優しさについてです。非常に重要なポイントが簡単に書かれているので、一定の技量が必要ではないかと思います。また、内容を理解しても自分の作画力が足りていないと効果を感じられないので、初級者向けではないかと思います。次に、ボリュームについてですが、内容はかなり濃いのですが、作例も1ページに1枚とやや少ないです。本書は模写をして上手くなるというよりかは、本書を履修した後、自分でいろいろ書いていくといったタイプの本です。次に、左脳派向けか右脳派向けかという内容ですが、かなり感覚的な内容なので、右脳派の方におすすめの内容です。価格は3960円とややお高めですが、個人的にはこの内容であれば満足でした。その他のおすすめのポイントとしては、解剖学の勉強をして人体を正確に描こうとしすぎてしまう人や、解剖学をやる前に何か人体の流れみたいなものをざっくり知りたいという人、普通とは違うアプローチでイラストを描きたいという人にもおすすめです。それでは今回の動画の終わりの言葉です。フォースと共にということでした。本書で非常に出てくるフォースですが、おそらく著者がスターウォーズのファンなんだろうなぁと思いながら読んでいました。著者の造語が多くて困惑することも少しありましたが、人体を描くアプローチに非常に優れた一冊でしたので、ぜひお勧めしたいと思います。今回の動画を見てこの本良さそうだなぁと思っていただけましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたらぜひコメント欄で教えてください。また、高評価やチャンネル登録などをいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。